三三デッキ、奥が、長良川競技場岐阜メモリアルセンターは、岐阜県岐阜市にある、スポーツ施設等を有する公園。岐阜県県営の都市公園である。施設は、岐阜県が所有し、公益財団法人岐阜県体育協会が、運営管理を行っている。市街地北側、長良川右岸側に位置する運動公園。名称は、センターだが、県が運営する。 都市公園の一つである。現在メモリアルセンターがある、岐阜市ながら副港にはかつて1965年に開催された第20回岐阜国体に合わせ、岐阜県営グラウンドとして、岐阜県営野球場などのスポーツ施設が整備され、また数百メートル離れたところには、岐阜刑務所があった。しかしいずれも老朽化し、さらに刑務所も市内の別の場所へ移転したため、 県はこれら施設を撤去した後、新たにスポーツ施設を建設して、運動公園として整備する方針を決めた。敷地は一旦さら地化された後、1988年に開催されたギフチューブ未来博のメイン会場として使用され、未来博終了後からメモリアルセンターの整備事業が本格的に始まり、1991年に、 長良川競技場など一部施設が竣工し会場。その後も整備が進められ、数年後に全施設が完成した。体育館は基本的にスポーツ利用がほとんどであり、コンサートやイベントは隣接する長良川、国際会議場が利用されることがほとんどであるが、稀に当館が利用されることがある。敷地内に萩、府中部未来博の記念塔である、 岡本太郎作の未来を開く党や高橋直子の金メダル獲得をたたえゴールシーンを模した高橋直子像など競技施設以外の見どころも多い2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と 各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に、延べ535,717件の応募があったと発表した。2041年10月25日に観測される、管理日食の中心線がこの公園を通過する。デアイドーム、フレアイドーム、長良川スイミングプラザ武道館自家用車用の駐車場は施設内及び周辺にわずかしかなく、 大きなイベントやプロ野球の開催時は駐車は困難となる。このため県と主催者は、岐阜市1日市場地内と長良川小武坂線時期内に臨時駐車場を設け、脱客時にはシャトルバスによるパークライドを行っている。ありがとうございます。